ってくれ、帰ってもらうおしゃれ、トゥ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 、中さんもじゃポケットです、鬼です、はい、そうです、やかましい、部活案内での佐藤なんだ、これ日本、日本ソフトテニスってなんか、いいじゃんみたいな風に思ってもらえてやっぱ嬉しいなと思うから、そうだね、はい、皆さんこんにちは、ポケットイズの鬼石丸イエサツ、きたた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 、はい、お願いします、北斗の拳じゃないか、お前ポケットイズ部活案チャンネルに出る、イエーイ、イエーイじゃねえよ、はい、どうした、見てこの顔、いやいや分かりづらいわ感情が6人の YouTuber が集まった新チャンネルが立ち上がりまして、部活ワンというチャンネルにですね、ポケットイズからソフトテニス部代表で私鬼が出演します、お願いします、まあまあまあもちろん嬉しいことよ、嬉しいことだけどさ、大きさま、俺を4番書いて、科学部結構真剣なんだよこれマジで、部活の楽しさだったりこう真剣にその打ち込む姿っていうのをこのチャンネルを通して発信しようっていう、ソフトテニスを代表して出させてもらってるんで、ね、しかもオタキャラでずっと毎回やってんだ、オタキャラだよ、かぶってんじゃないか、部活ワン内での佐藤なんだよこれ、日本むしろ部活ワンのチャンネル見た人はこれ見ると混乱するんだよポケットね、だからでもどっちも真実の鬼さんだから、それはどっちも本物の鬼さんです、真実の鬼さん、だからせっかくあの工程選んでもらったんで、ソフトテニスのいいところとか楽しいところ、ソフトテニスってなんかいいじゃんみたいな風に思ってもらえてやっぱ嬉しいなと思うから、そうだね、ね、頑張ります、だからそういう、はい、こんにちは、野球一番向こうさんです、お願いします、野球一番向こうです、はい、お願いします、これから始まる部活ワンというチャンネルですね、ね、はい、というわけに盛り上げていこうね、行きましょう、マイコラボしてございます、一回一回イベントも出たことありますけども、はい、盛り上げていくんでよろしく、中さんもじゃポケットです、鬼です、はい、そうです、やかましい、早ツッコミ、はい、ゆりえよです、はい、ゆりさんとセコです、はい、ゆるい感じのセコさんですね、はい、そうね、こんな感じじゃないだろ、いつも見てね、バイバイ、はい、神様のポケットイズの鬼です、そしてどうも、キューティクでかいまだおしゃれ、トゥ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 リ出たー、出します、出します、トゥリ出たー、噛んだしょ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 、バイバイ、はい、これで終わりというわけですね、新しいチャンネルレギュラー出演させてもらうことになりましたけれども、はい、もちろんポケットイズのチャンネルも、ずっと一生懸命変わらず、頑張ります、はい、出たい出たい2人とも出たいよお前は当たり前だろ、石丸もね、うん、野球がちょっとできるとかできないとかっていうね、全国優勝、全国優勝したんじゃないかっていう噂まで聞いたんだけど、なんで噂なんだよ、経歴詐称おつ経歴詐称じゃねえわお前違うわ、あとはでもなんかちょっとずつねゲームもある、ちょっとダンスできるもんな、ちょっとダンスもちょっとできるしね、たぶんほんいろんなチャンネルから視聴者集まるから結構ごちゃごちゃなんですよ、ごちゃごちゃコメント欄も聞いた、だからぜひポケットイズの見てくださってる人もよかったら部活ワンのですねチャンネルそっちレギュラー出演してるんでよかったらそちらの方にもですねコメントあったり僕を応援してくれるコメントがあったら、はい、嬉しいです、なんかね、そうだね、はい、というわけで、まずは僕だけなんですけど、いつか3人の出演を目指してですね、はい、部活は頑張りたいと思います、はい、はい、というわけでポケットイズも一生懸命頑張りますけども、新しいチャンネル、はい、部活ワンの活動もですねよかったら見てもらえればありがたいです、 Twitter、インスタ、ミクチャ、それぞれのですね SNS の、フォローもよかったらお願いします、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、では今日はここまで、バイバイ、動画見てくれてありがとうございました、チャンネル登録ボタンはここ、おすすめ動画はここ、次回もまた見てくださいね、じゃんけんぽい、まあだからでもこういう手作り感がやっぱ YouTube っていうか、もう作ってる人を顔見せちゃうっていうか、だから優しい感じが出てるディレクターです、だから動画もちょっと優しいですね、部活ワン、ありがとうございました、バイバーイ。